12、そして13という日がそのままスライドできます。では括弧2番では三角形 BCF と CEF の面積比を求めるものになっておりますので、つまり BF 対 FE の辺の長さの比というのが分かれば答えが求まりそうな気がします。なので BF 対 FE を出していくということを目標に進めていきましょう。さっき GD の長さが 3.6 というのは出たので、まずこの BD の長さも出しちゃいましょうか。全部で12センチで A から D までが 8.1 センチなので、残りの長さというのが 3.9 センチになります。すると BD の 3.6 センチ、そして BD の 3.9 センチというのが 3.6 対 3.9 という比を簡単にしていくと、両方を10倍した後3で割ることによって12対13であることがわかります。括弧1番でも使ったように GE という線と DC という線は平行なので、この12そして13という比がそのままスライドできます。というわけで三角形 BCF と CEF が13対12であるということが分かったので、 BCF というのは CEF を12等分して13個分取り戻した大きさになりますので、答えは12分の13倍です。対分数で書くとしたら1と12分の1倍になります。You're gonna be whatever you say. You matter.